とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY y, y 学園生活の公式ページ、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ようやくですね、公式ページが、更新されました。ダウンロードコンテンツ3段、なりきり、ブギウギ超新星。でも、2021年、初頭に配信予定。これは変わってないのよ。うーん。 もう日にちが出るのかなと思いきや、日にちがまだ出てない。ということで、これはいつになるんだ今週末来週末まあ、とにかく早く来てほしいもんだね。超目玉となる新たなマルチプレイ、なりきりキャラプレイ追加。さらに超高難易度の怨念ミッション追加。 怨念ヒーローや怨念ボスを倒して専用アイテムをゲットそれでは今回追加されました新しい情報を見ていきましょうポイント 1! 新しいマルチプレイ、なりきりキャラプレイ追加 !Y 学園の人気者たちになりきって学園人狼バトルを楽しもうなんと、人狼ゲームができるようになるみたいだね この人狼ゲームの参加人数は今までと変わりなく4人という風になってます。3人人間で1人エイリアンという風になってるね。エイリアンを見破り学園を守れ。そして生徒のふりをして学園を乗っ取れ。これはマルチプレイがなかなか面白くなるんじゃないかい生放送でもやろうと思うけども、これ俺がエイリアンだった場合、丸わかりじゃん。 うん。まあ、なんだ、エイリアンと生徒を振り分けるときに、本体をドッグから外しとけばいいのか。そしたら、俺がエイリアンっていうのも生徒っていうのもわからないから、ああ、そういうやり方でちょっとやりたいね。うん。人狼バトルちょっと楽しみです。4人で協力してエイリアンを倒し、学園を守ろうと思いきや、 4人の中に1人だけ生徒に化けたエイリアンが混じっているらしい。ゲーム本編とは全く違う別モード。そうなんですね。別モードなので、レベルが関係ありません。レベル1でも、レベル1000でも、全く関係ないとのことだね。それぞれの役割に合わせて行動しよう。生徒側、レスキューポイントに現れるブラックアーミーを倒したり、 他のプレイヤーの行動を監視して怪しい人を探そう。エイリアン、生徒のふりをしてレスキューポイントを守りつつ、隠れてエイリアンに変身し、他の生徒を直接倒すか、レスキューポイントにブラックアーミーを追加発生させよう。いやー、俺はね、ちょっと苦手なんだよね、こういうの。うん、バレないようにするっていうのが苦手なので、 ちょっと部が悪いかな。でもまあ、やってると慣れてくるだろうけどね。そして、人狼ゲームの勝敗は、生徒側、守られたレスキューポイント数、エイリアン側、倒したプレイヤー数、また、襲ったレスキューポイント数、これで決定します。そして、この画像にあるように、いいねが、なんかダイヤモンドみたいになってるよね。 これが超いいねって言うらしくって、超いいねを集めて専用装備などを入手することができるようになります。なりきりアクションが勝利の鍵。プレイヤーはこのなりきりキャラプレイモード専用で、なりきりアクションという必殺技を使うことが可能。まあ、キャラ別に必殺技が用意されてて、まあ範囲とか威力とか、まあ全然違うようになってるんだろうね。 俺は誰を使うだろう野津地下あたりかな野津地下か神兵じゃないかなまあその辺を使うんだろうけども。うん。まあいろいろと個性があっていいよね。ポイント2。たくさん遊んで豪華報酬をゲット。なりきりキャラプレイを遊んで超いいねをゲット。これはさっき話したよね。いいねのこのダイヤモンドみたいなやつ。 これをなりきりキャラプレイをするともらうことができます。これで豪華報酬をゲットする。ということだね。どんな報酬があるのでしょうなりきりキャラプレイを遊ぶと超いいねがゲーム終了後に報酬として手に入る。超いいねショップでなりきり衣装やアイテムと交換することが可能。なりきり衣装は超いいねショップで入手できるもの。 ガシャによって入手できるものなど、種類によって入手方法が異なるということだね。まあ、ここだけではなくって、シャそういうので入手が可能という風になってます。うーん。まあ、それはなってみないとわかんないけども、どんな報酬があるんでしょう。まずは、稲妻11シリーズから、遠藤を守る、そしてアスト君と天馬、レイトン教授も出ますし、ルーク。 もう出る。で、他のレベル5キャラクターも出てくるということだね。スナックワールドから、チャップ、マヨネダンボール戦記から、バン、アミン。そして、ニノ国から、オリバーや、エヴァンなども出てくるみたいだね。はい、ということで、今日は新しく情報が解禁されました。ダウンロードコンテンツ第3弾。なりきり、ブギウギ、超新星。見ていきました。配信日がね、まだ未定なのよね。 うーん、いつになるんだろう今週になるのかもしくは来週。さらにその先になるのか全くわからない。でも、とにかく、早く来てください。お願いします、運営さん。本当に、お願いしますよ。まあ、とりあえずね、それまでも動画、出し続けていきますので、チェックをよろしく、お願いします。そして、チャンネル登録と、高評価も、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そりゃ、